3 for Japan です。今日はカーゴルクス、マスク付きの747で、98年に閉鎖された世界で最も危険な空港だった開拓空港に着陸します。アプローチスピードを確認します。VLF30-156 ノットセット。続いてオートブレーキを2にセットします。今、フラップ10なので、フラップ10スピードにセットします。ネクストアルト4500セット。まだ、このデフォルトの747は、オートパイロットがうまく機能しませんので、マニュアルフライトで行きます。現在は、4500フィートまでまずは降下中。IGS ランウェイ13アプローチの経路を飛行しております。ちょうど右が、香港の市街地になります。だからこの右後ろに今見えているのが開拓空港ですね。ここまで戻ってきます。1002レベルオフ。4500レベルオフ。このままもう少し、西に行きます。なのでちょっと開拓空港について説明をします。現在の香港国際空港ができる前に使っていた香港国際空港、通称開拓空港と呼ばれておりました。場所は香港の街中、九龍地区の東側にありました。現在、そこはクルーズ船のターミナルとなっています。で、ランウェイ13アプローチがなんで危険かっていう話なんですが、ファイナルアプローチコースが滑走路の延長線上にないんですね。そして、そのコースは街中のビルスレスレを飛んでいって、アプローチライトを頼りにファイナルターン。で、このファイナルターンのことを、コンコンカーブといって、設置前に48度、低高度で旋回するというものでした。まあ、そういったやり方のアプローチなので、危険と言われたし、実際そうだったというところです。今、ランタウ島の上空を飛んでいます。このランタウ島の、西側を、ライトターンで旋回して、はじめは045、その後、ローカライザーをキャプチャーして、コースは088になります。そろそろライトターンです。フライトクリア。フライトターン。
このまま現在のちょうど香港国際空港の上空を飛んでローカライザーキャプチャーとなります。まだ4500フィートメインテイン。ネクストコースセット088。現在の香港国際空港です。Get down, flaps 20. Flap 20 speed set. このままずっと降下しながら街中に入っていきます。ランディングライトオン。つけ忘れてました。左に見えるのがセイバー大橋といって世界でも有数の、長い吊り橋だそうです。前にチェッカーボードが見えてきました。そしてビル群の中に入っていきます。アプローチングミニマ
ミニマン。はい、ライトターン。じゃあこの辺からちょっと集中していこう。アプローチライトが見えますね。ハローよりはいけそうやな。トントン。あー、ちょっとセンターを外してしまいました。若干左ですもんね。アルファワンワンでバケットします。この空港はデフォルトでは入ってなくて、もちろん現在ないので、開拓空港モッドをダウンロードして入れさせてもらったんですが、非常によくできてますね。本当に素晴らしいです。前に消防車が止まっています。今、私エアロドームチャートを見てるんですが、ファイアステーションと書いております。いや、すごいです。あ、しまった。パッセンジャーターミナルに来てしまいました。カーゴだったの忘れてました。もういいや、このまま入ります。チャートによると、この反対側がカーゴエプロンみたいです。カーゴルクスの最も素晴らしい出来ですね。パーキングブレーキセット。エンジンカット。ターミナルで休憩したいのでジェットウェイコネクションをリクエストします。では最後にドローンで空港を見ていきます。